社民党の福島みずほ党首が原発の再稼働について原子力規制委員会の決定に批判の声を上げたとのことですが、蓮舫ばりの名言にツッコミが殺到し大炎上しているようです。今回の福島党首の完全なる民主主義の否定とも取れる発言内容やこれまでのツッコミ満載のツイート内容などをネットの反応と合わせて紹介していきます。ニュースの詳細。社民党の福島みずほ党首が自身のツイッターを更新し、東京新聞が掲載した原発運転60年超を石渡委員反対のまま多数決で決定、原子力規制委独立性はどこへという原子力規制委員会が13日臨時会を開き、原発の60年超運転に向けた新たな規制制度案を決定し、多数決で委員5人のうち4人が賛成、石渡明委員が反対を表明したことを受け、老朽原発の規制の在り方を大転換させる重要案件が委員の意見が一致しないまま決められる異例の事態となり、拙速な決定には賛成した委員からも疑問の声が上がっているという記事を引用し、5人の専門家のうち1人が明確に反対をしているのに多数決で押し切るなんて本当におかしい、また原子力規制委員会が決定する前に2月10日原発運転60年超を閣議決定と綴り批判の声を上げていました。しかしながらこの福島党首のツイートには、民主主義も理解してない政治家って、これが弁護士の免許を持ってることに驚きますといった批判的な声が多数見られました。ニュースを深掘り。というわけで、福島みずほ議員が原子力規制委員会の決定に稚拙だと批判の声を上げましたが、ツッコミが殺到しているということでしたね。東京新聞の記事の中でも、多数決で委員5人のうち4人が賛成、石渡明委員が反対を表明したと記載がある通り、日本は民主主義国家であり、民主主義の基本は多数決であると辞書にも載っています。これまでの日本は、選挙や国会での決議など、民主主義化における重要とされる意思決定は多数決によって行われてきていました。もちろん、多数派が少数派や個人の基本的な権利と自由を取り上げることがあってはならないのは当然のことであり、全員が納得上決定がなされるが理想ですが、様々な意見がある中で、これまでもその理想通りになったことはあまりないのも現状です。現在、国内においてエネルギー問題など様々な問題が多数指摘され、国民生活に大きな影響を与えている中、全員から合意形成を得ることが難しいのであれば、悠長に議論していられずやむを得ないことではないでしょうか。しかも、福島党首は多数決で押し切るなんておかしいと綴っていますが、民主的に多数の意見に従うだけであり、それが民主主義です。一人の反対意見に従うべきという発言こそ、あまりにも独裁的な主張ではないでしょうか。もはや、今回の福島党首の発言は、過去の蓮舫議員の2位じゃダメなんですか？クラスの名言だとも言えるのではないでしょうか。また、福島党首といえば、もはや、政党としては風前の灯火の社民党党首ですが、それにも増してそのへんてこなツイートも有名であり、多くのツイートに常にツッコミが殺到しています。そんなツッコミ満載の過去のツイートを紹介すると、介護用マスクの備蓄について厚生労働省は1000枚で段ボール1箱で備蓄するとのこと、8万枚だとなんと8万箱の備蓄となる。どれくらい備蓄するのだろうかとツイートし、ユーザーから80箱なのだが、
3回読んでも何が言いたいのかさっぱり理解できないといったリプライや、国会前の朝鮮半島で戦争をするなの集会での挨拶ですとのツイートにも、これは語順を入れ替えると防げるあれなのだが、言うまでもなく国会前で戦争はないといったツッコミが入っています。さらには彼女独特のどうやったらそんなツイートになるねん的な文章も多く、今朝の新聞の安倍総理は所信表明だけを行い質疑なしで衆議院を解散と得するといったツイートや、1時半会や大阪の PLP 会館で水穂塾院関西区をやちますと、もはや意味不明で、さすがに大阪人でもここまでボケられるとツッコミようがないといった半ば呆れたツッコミも見られていました。これを見るだけでもやはり福島投手異次元の人間と思ってしまい、率いる社民党の支持率もほぼゼロに近いというのも納得ですよね。福島投手、これでも弁護士資格を持っているということですが、もう一度小学生の国語の勉強からやり直した方がいいのではないでしょうか。ネットの反応をまとめましたのでご紹介します。あなたの感想もコメント欄に書いてくださいね。あとチャンネル登録もぜひお願いします。多数決で決めるルールらしいですから、決めない方がおかしいのです。まあそもそも民主主義の社会には馴染まないご様子ですが、押し切るという言い方がおかしい。民主的に多数の意見に従うだけです。それが民主主義。あなたたちのは一人の意見に従うべきだという考え方で独裁主義と言います。自分の描く回答じゃないと納得しないでしょうね。自分が正解的な、どこぞの国と同じ。ということは、彼女らの LGBT 等も、一人でも反対があれば、言うことを聞くとでも言うの？ラブスタさん。なぜ買う原付発想になるのか、意味がわからないです。多数決は民主主義の基本では？なんで、こんなことを、平気で公にできる人が議員なのでせうか。まあ有権者の質なのかもしれないですが、こいつ何言うるんですか。意味がわからないわら。私は社民党はいらないと明確に意思表示するから解散してください。ロシアが明確に反対しているから戦争を止められない国連は素晴らしいと思ってんのか。この戦争大好きおばさんは政治家なのに民主主義の原則を理解されてないなんて。 80% が賛成という民意再開派よう。国会も同じで多数決で話を進めるべきですよ。議論を尽くしたのならですけどね。私的には十分話は尽くされてまともな結果になると思います。まだ全会一致って主義思想が違うのだから会うことが珍しいと思うのだが、民主主義は少数派の権利を守ることも大事だけど、この人の意見は少数派に味方して多数派の意見を完全に潰そうとしてる。多数派も尊重されなければ民主主義ではないのに。多数決で決めないとなると、どうしろと社民党には多数決という作法はないんだね。なるほど。公共の福祉を無視する社会主義者はほぼ共産主義だと思います。一人ぼっち、まさか多数決を知らないとか。このおばはんは自分の立場も否定しているわけですな。わら、多数決がダメなら他の方法はあるのか。民主主義の基本ではないのか。反対するなら他の方法を提案しないと単なるイチャモンになる。
漢字も書けてないので数字も読めないのかもしれない。数が多い方が決まる。読んで字のごとくなのですが、わら。愛の感想。このニュース、あなたはどう思われましたか？福島投手、相変わらずですね。口を開くたびにバカを晒せるってある意味才能ですよね。福島投手が、5人の専門家のうち1人が明確に反対をしているのに多数決で押し切るなんて本当におかしい。とおっしゃっているようですが、多くのツッコミが見られるように、完全なる民主主義への否定であり、政治家なのに民主主義の原則を理解されてないようで。なんで、このような異次元の方が議員として今もなお存在できているのか不思議でしょうがありません。そんな中でも、4月の統一地方選で、現有議席の維持を目標に掲げ、社民党が日本の政治に必要だ、と言っているのですから、救いようがありませんね。これだけ存在感を感じられない党が、今の日本に必要なのでしょうか。今後、社民党は、令和や N 党、並びに参政党に食われていくことは明白で、現有議席の獲得などおぼつかないでしょう。近い将来には、現議員も他党に移籍して、党自体が消滅するのは、火を見るより明らかなことだと。そう思ってしまうのは私だけでしょうか。あなたはどう思われますか？あなたの感想、コメント欄にお待ちしております。政治の味方チャンネル、キャスターの愛です。ご視聴ありがとうございます。これを機にこちらへの登録よろしくお願いします。